目。皆さん、お休み中はうんと遊んで、うんと勉強して、丈夫ないい子になってください。9月にまたお会いしましょう。さようなら。石川先生、厳島へキャンプに行きませんか？ダメなんです、広島へ帰るんですから。あら、石川先生広島だったの？ええ。いいなあ、帰るうちのある人は。僕なんかこの島に生まれたもんじゃけ、どっこへも帰られへん。でしたく行ってらっしゃるわ。こんないいところに生まれちゃってねえ。こんにちは。ただいま。あ、おかえり。ただいま。早かったんじゃねえ。手伝いますわ。ええよ。あんた、明日の支度があるじゃろうけ。いいえ、何もありゃしません。このまま行ってくるつもりですけ。タカちゃん、船は朝の便にするかい、昼のにするかい？朝のにしますわ。そりゃ朝がええじゃろ。日のあるうちに広島へ着けんの。それじゃあ、浜行く便があるし、切符は頼んど。すいません。こいつ、飯箱やって何しとるんじゃ。ほら、船乗っちゃいけんぞ、危ないけ。ほら、行け。しょうがないやつじゃ。ほいじゃ、行ってくる。何年ぶりになるかの、タカちゃんが広島へ行くのは。あれから一度帰ったきりで。何ぶりですわ。早いもんじゃの。もうそんなになるかの。昔のことは思い出すまいと思うても、やっぱりこの頃になると思い出すもんじゃの。私はもう忘れてしまいました。ほんまにの。タカちゃんは昔と変わらんようになりんさった。よう元気になって使わさったな。おじさんやおばさんのおかげですわ。自分のうちのように訳していただいて。広島行ったらどこへ泊まりにさる？幼稚園で一緒に働いとった森川さんのうちへ泊めていただきますわ。母ちゃん、お父さんお母さんみんなのお墓はここにあるんじゃけ。ここがもうあんたの国じゃけんの。広島行ったら、早く帰ってきんさいよ、な。そうします。石川先生、どこへ行きんさるんかの？夏休みじゃけ、うち移民されるんじゃな。ええ。石川先生、先生のうちはどの辺ですかいの？元の県庁の付近です。うちんでたんまりおっぱいを飲んで戻りさい。Thank you.
ここは広島です。1945年8月6日、この町の上空に原子爆弾が投下されました。あの日と同じように美しく流れています。美しい広島の空は今日もあの日と同じように美しく広がっています。あの日の広島の子供たちはふくふくと伸びてこんなに大きくなりました。あの日の焼けただれた土の上には家が建ち、草が生え、再び町が生まれました。どうなる？役場中の顔不可解だけ、はい、お休み。行ってまいります。気をつけて行けんさいよ。警報の間、横着線と大使が行けんさいよ。あんたこそ横着線ようにね。行ってまいります。中国軍艦駆逐令部発表。広島県。
成功解除。どうしたんねん。忘れもん。これでしょ。ああ、いいの。慌てもんじゃね。銀行の石段に腰掛けて物思いに沈んでいた名も知れぬ人は強烈な放射線に焼き付けられて未だにここで考えています。あれな方はいいおめんよ。あれな方はいいどうぞおめんよ。どうぞおめんよ。どうぞおめんよ。でしょ。高子よ。ああ、お嬢さん。岩さん。話して疲れない。どうしたん岩さん。怖いな黙れ。怖いな黙れ。お嬢さんのお目にかかれた。話して疲れない。こらえて疲れない。岩さん。
が見えんようになりましてよ。働けんもんですけ、恥に忍んで怖いなことをしております。少しも見えんの？薄ぼんやりは見えますけ。お家はあるん？ええ、うちっちゅうようなもんじゃありませんけど、あることはありますけ。今晩私を泊めてくれてない？めっそうなお嬢さんなどの泊まられるような家じゃないんですけど。そんなことないわ。久しぶりにじやさんと話がしてみたいの。さ、行きましょう。お嬢さん、頼みますけん、それだけはこらえて使わせない。さ、行きましょう。あれですけど、岩さん、どうしんさった遅いの？ちょっとお客さんがあっての。あんまり遅いけ、飯は炊いといたけの。すまんの。止まってください。火をつけますけど。お嬢さん、入ってください。狭いところですが、辛抱してください。上がらせてもらうわ。汚いところですけど、敷いて使わない。こういうところですけど。皆さん一人ならこれで十分よ。お嬢さん、粗末なもんですが、ご飯食べてもらえますかの？いただくわ。私がしてあげましょう。そうない。わしはもう慣れておりますけど、今そこに座っとってください。岩さん、おかず持ってきた。すみません。おいでなさい。お客さん、誰かい？わしが働いてきた石川さんと。ごめんなさい。いい人じゃねえ。くず拾いの母さんですがね、よう面倒見てくれます。そりゃいいね。お嬢さんが島の旦那さんのところへ行かれましたが、風の頼りに聞いておりましたがの、皆さん、お達者ですかの？おじさんたち、みんなお元気よ。岩木さんとこの工事さん、どうなさった？ありゃ、ありゃ、南方から船になって戻りました。お嫁さんは？ありゃ、鹿の日に死にましたっけ。お嫁さんには赤ちゃんがあったんでしょ？へえ。赤ちゃん
7つね。どこにいらっしゃる？孤児収容所におりまして。どうして？わしが怖いな暮らししておりまして、これじゃ孫の肩にも背負うなりますけどね。太郎と暮らすこともできやしません。収容所の先生に頼んで特別の計らいでも言ってもらいます。お嬢さん、因果なことじゃ。わしのこの目がつぶれなんだら太郎と一緒に暮らせますのにの。ピカがなけりゃ怖いなことになりゃしませんのよ。僕のお母さんは火山の死に死んだ。お父さんは戦争で死んだ。僕はおじいさんと二人になった。おじいさんは火山で寝倉になって働けん。8月6日が来ると僕はお父さんやお母さんの墓へ行く。ここにいる子供たちのほとんどが戦災で孤児になったものばかりです。一度に二十何万の人間が死んでしまったんですからね。広島には変に孤児が増えたわけです。昭和23年度の統計ではあれだけ戦災を受けた東京や大阪よりもこの広島の方が多かったんです。太郎君はあの子ですよ。今石を運んでいる一番小さい子です状態では、一人当たり1日46円ぐらいの食費しか出してもらえないんです。就職に30円かかりますから、ギリギリの生活です。あそこを全部耕して、子供たちの手で畑作りをしようと思って、ああしてやらしてるんですが、3分余りの土地では、実際は何の足しにもならないんです。でも、子供たちは元気ですよ。子供たちと一緒に何か事業を始めようと計画中なんです。今広島にどのくらいの孤児がいるんでしょう？さあ、あの当時から見ると原始病で死んだりよその家に引き取られたりして少なくなってはいますが、まあ広島で分かっているのは500、600人ぐらいでしょうか。こういう社会施設が広島には6カ所あります。しかし、収容所にいない孤児もいるんですから、正確な調査をすれば、相当いるでしょうね。あれで大きな子はもう親のないことを割り切っているんですが、小さいのは、かわいそうな時あります。太郎さん、元気でやったよ。そうですかい。元気でやっておりましたかい。岩吉さん。へえ。太郎さんを私の姉妹連れてっちゃいけん？おじさんたち、ちょっと面倒見てくださると思うわ。私だって責任を負います。ねえ、捜査して。お嬢さん、そればっかりはこらえてください。太郎を一人取られちゃ、わしの生きがいはないようになりますけれども。
ね、岩吉さん。太郎さんのためにはその方がええと思うのよ。よう分かっております。ご親切はよう分かりますがね、天にも地にもわしの名は太郎だけですけれど、あれと別れちゃわしゃも生きちゃおれまへん。いつか一緒に暮らせる時もあるじゃろう思って、そればかりを頼りにわしは生きとるんですけれど。そんならね、岩木さんも一緒に島へ来ればええじゃないの。めっそうもない、何を言われますかいの。ねえ、そうしんさい。そがいなことができますかい。できやしまへん。岩木さん、岩さん、待って、岩さん。何べんも言うようじゃけど、ほんまによう来てくれちゃったね。あんたんとこへ泊めてもらうには泊まるところがあるってんのじゃけ。食べんさい。岩さんがかわいそうじゃけ。ほんまにね、長いことうちで働いてくれちゃったんじゃけ、ありのような気がせんけね。あんな暮らしをしとってんじゃ、なんとかしてあげたいと思うとるんよ。おかえりなさい。ただいま。あんた、お客さんよ。お邪魔しております。幼稚園で一緒に働いとった石川さんよ。ああ、よう来てつかはったな。ゆっくりしてつかはった。お風呂差しに入りなさい。ちょっと失礼しますけど。あんた、ご飯まだでしょ。腹ペコだ。私たちはもういただいたんよ。月給は安いし、のんき坊主だし、家言うたら多少ぼやいたとこね。だから私が助産婦しとるよ。旦那様、どこへ勤めてらっしゃるん。市の衛生課、小屋組の監督なの。威張ってるんよ。広島の町は俺が掃除しとるんだって。あんた、おやつない？ちょっと失礼するね。旦那様のお給仕をするけ。どうぞごゆっくり。やかましいな。毎晩あれですけど。でもいいね。盆踊りには夏らしい情緒があるけどね。広島に情緒なんかありゃせんよ。そんなものは吹っ飛んだじゃん。ね。今晩は特別サービスよ。あ、いらいら。ちょっと出かけるんじゃけ。帰ってくる。またヘボ将棋？ヘボとは聞き捨てならんねん。暗いしな。今度生まれたのはやろうかい。5人目だからな。待ってるらしい。ほんまにくださるかしら。子供もらうんよ。
ですが、ダメなんです。でも、まだわからんのでしょ。いや、もう決まってんですよ。医学的にちゃんと証明されてるんだから。原爆で子供が産めるようになった。その相談でクライシングを言ってくるよ。もらうなら早い方がいいじゃん。そうね。じゃあ早い行ってくんと。お茶お茶。善は急げ。じゃあちょっとごゆっくり。いってらっしゃい。大きなくせにせっかちなんよ。子供みたいな人じゃけ。子供ができんこと、いつ分かった？2年前よ。一時は悲観したんだけど、でも物は考えようじゃけんね。あの日に死んだ人のことを思ったら、生きてるだけまだ幸せの方よ。そうでしょ。そうね。そう思うには仕方がないね。私のような例はまれなんだもん。運が悪いのよ。幼稚園の子供は3人生き残ったと知らせてくれたでしょ、うん、今度出てきたのはその子たちに会いたいと思ったんよ。ところ知っとる？ええ、知っとるよ。みんな元気らしいよ。あ、写真があるんよ。運よく都会で焼け残ったんよ。この子とこの子とこの子なの覚えてる？三平ちゃん、俊子ちゃん、啓太さんでしょ。感心ね。よう覚えとるんじゃね。いや、毎日一緒に遊んでたんだけ、忘れよう思っても忘れられやすいし。思い出すね、あの頃。本当に忘れられんね。みんなきっと喜ぶわ。私も一緒に行きたいんだけど仕事があるけん。よろしくね。最初に三平ちゃんのところ行ってみようかしら。
何年忙しいのに。どこにいるんじゃ。ここだよ、ここにいるよ。早く来た、医者が来たで。他ばかり前から急に歯から血が出だしてね。何ちょっと糸をどうなったりなってじゃ見せてものもうどこが悪いならさっぱりわからんしでなけど、やっぱりピカドンのためじゃろうな。あの病気はいつ出るんやらわからんでな。覚えとる？先生よ。うん、覚えとる。どなたですかいの？探偵さんが幼稚園の時の先生をしておりましたもんですけ。うちの人が生き返りますか。死んだ者はどうにもならないか。お前さん、なぜ死んだんじゃ。なぜ死んでしもたんかよ。
こちらに山石敏子さんがいらっしゃるとお聞きしましたのでお伺いいたしました。私以前に幼稚園で知ってたもんですから。それはようこそ。いいところへ来てくださいました。どうぞ会ってやってくださいませ。あの子はもういつ死ぬかわからないのです。原爆症というのでしょうか、急に悪くなりましてね。本当にいいところに来てくださいました。どうぞ。覚えとってくれちゃったね。はじめ大変と思いましたけど、でもすぐに先生だと分かりました。と前からここにいる。はい、もう6年になりますけど、ここの牧師さんがあの日私を拾ってくれちゃったんです。それからずっとここにおるんです。お父さんやお母さんはみんな死んじゃったの。死ね先生、お父さんやお母さんのためにお祈りしようと思ってここへ置いてもらうことにしたんです。でも今では原爆で死んだたくさんの人たちのためにお祈りしています。こうして寝ていて毎日お祈りしています。いつまでも平和が続きますよう神様にお願いしています。いいことしてらっしゃるわ。偉いね。ねえ先生、戦争が悪いことは父が言って知っとるような気がするんです。戦争は惨めです。
先生、歌歌ってどんな歌？先生がいつもお昼の時間に座ってくれちゃったでしょ。あの赤いお船の歌。ああ、よう覚えとるね。もう一度あれが聞きたいんだけど。じゃあ歌いましょうね。海に沈んでいくんよ。来たいけど、でももう行けないかもしれません。死ぬかもしれないですね。それでも今、お父さんやお母さん流してあるところ行けるんですか？会えば嬉しいけど、会ってみればたまらんことばっかりね。原爆の悲劇は時間が経てば経つほど広がるんね。本当に恐ろしいね。もう一度どっかでこれが使われるようなことが、思っただけでもゾッとするわ。私のここにもガラスのかけらが入ってるね。触るとコリコリ音がするの。でもね、これだけはいつまでも残してきたいの。8月6日は忘れんようにね。あ、先生、早く来てください。乗りますけ。はいはい、待っとったんよ。おむすびで頼みますけ。自転車出しますけど。じゃあちょっと行ってくるけど、子供が産めんのじゃけ、せめて人のお手伝いでもせんにゃね。先生、はよ。今すぐ、音鳴るけ、さっき休んどいてね。行ってらっしゃい。
田さんいる？何よ。の顔が見たくて伺いましたの。姉ちゃん、今晩夢にすんだよ。バカなこと言って、元気。おめでとうございます。バカです。どうぞ上がってください。さあ。先生、上がんなよ。兄ちゃん、おばあ言ってるんだよ。この兄ちゃんは高等学校だよ。お父ちゃんやお母ちゃんは原爆で死んじゃった。お姉ちゃんはお母ちゃんたちと一緒にいたけ、家の下敷きになって足を怪我したんじゃ。どうぞ。すぐ失礼しますから伺いますね。先生、止まってきめ。本当に止まってってください。そんなことできませんわ。でも兄に会ってつかさん喜びますけ。兄ちゃんもうすぐ帰るよ。平太ちゃん、英子だけ角の魚屋さん行ってね。うん、刺身もらってくんだぞ。行ってくるよ。先生、帰っちゃいけんよ。母がないのですからね。先生の来られたのが嬉しいんです。お元気でええわ。私もほっとしました。号泣なっちゃって。ただいま。兄が帰りました。お帰りなさい。何をしてるんじゃ。早くしたくせんかい。先生よ。平太が元気かどうかわざわざ訪ねてくれちゃったの。それはどう。平太、何どうも、ありがとうございました。ああ、今日はこいつの嫁入りの日でしたね。兄さん。私の家にとっちゃ終戦以来のめでたい日です。
今日来てもらったというのも何かの因縁でしょう。まあちょっと一緒にいようってやってください。竹風呂行ってくるよ。はい。先生もいかがです。あ、一緒に行きましょう。うちは風呂がないもんですって先頭ですよ。一風呂浴びてくつろいでください。さあ行きましょう。竹江先生も行きにさるよ。タオル出してあげて。風呂は川向こうな。よう戻って戻ったと思うとおります。ほっとしたんです。先方の田中さんが兵隊行かれる時に帰ってきたらと結婚の約束だけはできたんですが、あの日に竹江は日の下敷きになって足を怪我しましてのかわいそうなことになってしもた。竹江もわしらも結婚のことは諦めてしもとりました。田中さんが生きて帰られても結婚しちゃもらえもんと諦めてしもとりました。よかったですね。それがの終戦の明くる年に田中さんが復員されました。一番先に家へ訪ねてくられまして、約束通り結婚すると言うてくられました。そしてその時思わず手を合わせて田中さんを拝みました。その時私は生きとってよかったと思いました。世の中には何もかもいけんことばかりじゃありません。信頼できるあったかい気持ちの人もおりますてな。田中さんはその時条件を出されて向こうを5年間待ってくれ言われました。何もかも焼けてしまった上仕事もないんです。5年の間に竹江を迎えることのできる生活の基礎をこしらえる言われたんです。その5年が今日やってきたんですよ。よかったですね。よかったです。本当によかったです。父や母も喜んでくれてると思います。最後の乾杯をしよう。おめでとう。じゃあ行こうか。長いこと500回お前ようやってくれたな。よしよさん、お元気で。うん、姉ちゃんも元気で。せいたちゃん、兄ちゃんたちの言うことよく聞くんよ。うん、
出かけようや。お幸せをお祈りします。はい、ありがとう。あそこまで行ってみよう。先生と寝ましょうね。先生がもっといい話をたくさんたくさんしてあげるけんね。ねえ、岩城さん、あんたの考えが変わりやせんかと思って帰る前に寄ってみたんよ。太郎さんを私に任しにさ。おじさんたちはええ人だし、お子さんもたった一人なんよ。自分たちの子供のように育ててくださると思うわ。太郎さんの幸せのために思い切って捜査してよ。岩城さんさえその気なら太郎さんと一緒に行ってもええんよ。あんたも一緒に行きましょう。お嬢さん、わしあのこの間もそのお言葉を聞いた時に家へ戻っての嬉し涙になりましたね。うちで長いこと働いてくれちゃったんじゃない。今になってあんたの面倒を見るのは当たり前のことじゃけんね。それでもどうもお嬢さん、太郎を連れて行くのは何としてもこらえてつかさい。それじゃあわしは一度は俺はね、こらえてつかさい。何としてもこればっかりはこらえてつかさい。ごろとんじゃ。いやいや、お嬢さん。
すまんことですな。いえ、私こそ無理を言って。そのうち気が向いたらお手紙ちょうだいね。でも迎えに来るけんね。気をつけんさいね。お嬢さんもよ。さよなら。これからまっすぐに帰られますかの。もう一度うちの後へ寄って、明日朝の船で帰るわ。わしが子飼いなことをしとったちゅうことは、島の旦那さんには言うて伝わさんなの。ええ、さよなら。ええ、岩さん、みんな聞いてしもうたよ。わしゃの涙がこぼれてしもうた。ええお嬢さんじゃと。そらのおばあさんの切ない気持ちはようわかるんじゃが、太郎ちゃんのためを思いやり、島へ連れてってもろうた方がいいと思うがの。ごめんな、暮らしをしとったんじゃ。いいばっか、でもばっかり。太郎ちゃんと一緒に暮らせるのはいつのことやらの。わしゃ、小じきじゃ。なら、お前なんじゃ、クズやじゃろうが。わしゃ、太郎と暮らすんじゃ。誰が何言っても太郎と暮らすんじゃ。わしのこの気持ちがお前らに分かるかい。よう分かっとるんじゃ。わしにも嫁もおったし、マンもあったんじゃ。そんなら、そんならもう言うな。この先どんだけ生きるつもりじゃ。ピカでやられて体もひどい弱っとるじゃろう。いつ死ぬことやらわからんのじゃろう。太郎ちゃんと暮らずにしても何ぼ暮らされへん気も。考えてみんじゃ、よう考えてみんじゃ。人間いつまでも生きられてんけの。なんぼでも生きるんじゃ。子飼いな姿、この顔を世間の人に見てもらわんやの。まあ、よう分かるんじゃがの、岩さん。わしら、どうせもそう、なんぼは生きられんのじゃって。お父さん、お母さん、また来ます。しましたけ、太郎ちゃんを連れ
出てつかさ。まあそう、わしゃ太郎ちゃんを連れて言いますけ、はよ小屋へ戻ってつかさ。よう決心してくれちゃったね。もう何よりよい、よろしゅうお頼みます。岩さん、戻ったで。太郎ちゃん、はよ入れて。おじいちゃん、用か？うん、ちょっと話があるんじゃ。まあな、おじいちゃんがの、昔働いとったおうちのお嬢さんじゃ。こんにちはせ。こんにちは。お嬢さんのおうちゃんの、瀬戸内海のの、きれいな島にあるんじゃ。とてもええとこじゃ。どうじゃ太郎、お嬢さんのうちに行かんかい。一緒に行きましょうね。おじいちゃんも一緒に行かん？おじいちゃんは後から行って、太郎だけ先に行ったってくれ。太郎ちゃん、そうしましょう。お姉ちゃんとお船に乗って行きましょうね。そうせ。おじいちゃんの信じなきゃじゃ。わしもすぐ後から行くんじゃけ。嘘だ、一人じゃ行かんよ。じいちゃんと指示なきゃ行かんよ。太郎。太郎ちゃん、そんなにおじいちゃんも後から行けたらんじゃけ。先行っとりんせ。嘘だ嘘だ。太郎、太郎。英語じゃの、な、言うこと聞いてくれよ。お嬢さんと一緒に行ってくれ。やだやだ。太郎、言うこと聞かんか。行く、行かんのか。どうするんじゃ。太郎、どうするんじゃ。おじいちゃん、どうなるんで、どうなんで、おじいちゃんと一緒にいる。よしよし、もう泣くな。どこへもやらせんけ、どこへもやらせんけ。出直してくるわ。今晩どこへ泊まられます？友達の家へ泊めてもらうわ。そりゃどこですかいの？ここの先の裁判所の真裏です。森川という家です。そいや、うまへんことでしたの。太郎ちゃん、さよなら。お願いしまして、すんまへんがの、ちょっと手紙書いてもらえまへんかの。
そりゃあの、太郎はよう勉強するからよ。ええじゃろ。お靴が大きかったんだ。こんばんはごっそうだよ。大きい魚じゃろ。なんていう魚かな、クリア。さあ、なんじゃろ。食べようか。久しぶりに太郎と一緒に飯を食うんじゃけど、今晩はごっつおしたんじゃ。うまいか。用心せんと骨が濡れさせるぞ。ご飯ついてやろうか。ヘルロ、みんな続け。なんぼでも食え。ご飯はえっとあるけど。太郎は収容所では誰と寝てるんじゃ。一人で寝とる。もう寂しゅうないか。なんともない。そうか。太郎は偉いけど。おじいちゃんが死んだら、太郎はどうする？いや、全然なんともない。そう。あ、もう食ったのか。うん、レッド食うた。え、口やな、この口は。なんじゃ、まだ入っとるのか。うん、今晩は入ってなる。太郎。うん？ちょっくらお使いに行ってくれんか。うん、それからや。今日来たお嬢さんのとこやな。手紙持ってってくれ。明日行くよ。今晩でなきゃいけんのじゃ。明日の朝早うお嬢さん市内にされてやな。道がわからんよ。道はわかっとるよ。ここ出て広い道路へ出りゃすぐ裁判所じゃ。その裏手行って森川中中級はすぐ分かる。寂しいな。頼むけ行ってくれ。この靴履いてってもいいか。手紙はこれじゃ。行ってくるよ。太郎、森川中中だぞ。うん、言うてみ。森川。よしよし、気つけていくんだぞ。安子さん、お前たちの太郎は言ったけど、
大変困るのね。こういうやつらも俺が安心してくからね。これでこれで でも食べなさい。まだまだあるんよ。前、はい。あのね、太郎ちゃん、絵を見ましょうね。そうそう、絵本があったんよ。おばちゃんと絵本を見ましょうね。おめでとう。はい、起きて。お嬢さん来てくれちゃったよ、太郎ちゃんも。岩木さん、私よ。お嬢さん、太郎のことは頼みますよ。太郎ちゃんのこと安心して、安心してね。どこにいる？ここだよ、おじいちゃん。太郎、元気での。よう言うことを聞いての。可愛がってもらうやんの。おじいちゃん。お嬢さん、わしのこの体の。病院に入院してつかさい。冬になりゃ、やけどの跡が針刺すように痛なる。
この体みんなによう見てもろてください。よっしゃ、おじちゃん、やだ。先生よ、太郎ちゃん言ったっけな、わしゃ見送ろうと思った、別れがつらいけど、なんだか元気がなさそうね。無理もないって。太郎ちゃん、元気で行きなさいね。うん、おじいちゃんも一緒に行くんだ。そう、いいね。おじいちゃんに海を見せてあげんさいね。うん、乗りましょう。さよなら。さよなら太郎ちゃん、さよなら。さよなら。太郎ちゃん、さよなら。さよなら。